皆さん、ボコナジは。いやー、この辺りって素晴らしい建築物が多いよね。はいはい、自画自賛オツだぜ。そういえばアパートって全然使ってないけど。この辺りをもうちょっと発展させたいよな。発展させる前に、先にやることあるだろ。え、倉庫の地下2階。いや、ここに見えてるだろ、大量のテストが。あ、これね。やっぱり片付けなきゃダメ。ダメに決まってるだろ。たく、いつからそこにテストが置いてあるか知ってるか。スライムトラップを作り始めた時だから。3年前だわ。しょうがない、今回は全部片付けていくか。あれからもう3年も経つのね。3年間ほったらかしにされた私の気持ちを考えてみろよな。あれ悪かったって。とりあえずいくつかシュルカーボックスを持ってきてるからアイテムを入れまくるよ。ああ。今回で全部片付けられそうか？多分。まあ何往復もしなきゃいけないのは確実だけど。よし。1往復でどれだけのチェストが片付けられるかな？あ、アイテムがごちゃごちゃになると面倒だからいるものは左に寄せておこう。ゾンビ肉もあるけど。これだって立派な交易品。今は全く必要ねえだろ。まあね。さあまずはこの下のチェストから行くか。え、ちょっと壊して一気に出すのかよ。だってこれだと一気に片付けられるじゃん。ま、どうせ仕分けしてもらうんだからぐちゃぐちゃに入れても問題ないんじゃない？今は仕分けられるものが限られてるからどっちみち大変だぞ。だから僕は先に倉庫を作りたかったんだよ。3年を放置しといて何を言ってやがる。3年というパワーワードを使いやがって。自分が招いてるんだからな。はぁ、あ、わかったよ。一度全部あっちに送って仕分けできなかったアイテムはまた新たに作ってからやるよ。これぐらい大胆にやらなきゃ片付かないね。本来なら裏でやっておいてほしいぐらいだが、残念ながらこれでパート一つ分使います。え、変わり映えない作業が続くじゃないの。たまにはこういう日もいいじゃん。いつも単純作業が多い気がするが、それは言っちゃダメだってお母さんに言われたでしょ。言われたことねえよ。何気にエメラルドとかも結構あるみたい。石系とか鉄系の装備はさすがにいらないと思うけど。そうだね、石系は処分するとして、鉄系は焼いて撤回にしようか。だいぶシュルカーボックスも埋まってきたな。まだ倉庫にシュルカーの殻もあるから問題ないよ。おお、すごい、エメラルドブロックが49個も。ラピスラズリブロックもワンスタックちょいあったわよね。これは倉庫を作った時に余ったやつか。そうだね、いやー当時牧師さんとラピスラズリを交易しまくったな。何気に倉庫は豪華な素材でできてるのよね。ネザー水晶もがっつり使ってるからね。よし、シュルカーボックスがいっぱいになったから持っていこうか。でもこれを持ってってチェストに移すのさえ大変よね。あ、それに関しては大丈夫。考えがあるからさ。時間はかかるけど確実にやってくれるよ。ほう。確実に。ただ一個ずつやらなきゃだけどね。さあまずはチェストをどかそう。このチェストにアイテムを入れていくのは面倒だから。ここに直接シュルカーボックスを設置するのね。そう、これで一個ずつアイテムが吸い込まれていくからね。なるほどな。だが全部送り込むのに相当時間がかかる気が。そうだね、さすがにずっと待っててもあれだから、縦に並べておこうか。こんな感じで。どうかな？どうって、それじゃあ上の方は吸い込まれないだろ。ま、下のシュルカーボックスが開いたら撤去してホッパーに変えていくよ。とりあえず時間がかかるから先に別のシュルカーボックスを持っていこう。ここの片付けをした時のがまだ結構残ってたはず？まだ片付けは全部終わってないみたいだけど。あ、種類分けができないっていうか、装備系とかポーションが多いから仕分けられないんだよね。なるほど。確かにな。それは仕分けじゃなくて別のチェストを作った方が良さそうね。というか大量にありすぎて使い道がないんじゃ。そうなんだよ。エンドシティとかで大量に見つけるんだけど、今装備してるものがずっと使えるから出番がないんだよね。使わないんだったら武器屋さんとかに寄付したら？なるほど。確かにそれはいいかも。さすがにいつも装備してるアイテムは寄付できないけど、武器屋に飾っておくのはありだよな。普通に服屋さんにもいいかもね。でも服屋さんにダイヤ装備はちょっと。と、雑談してる間に結構な量片付けたぞ。それでさ、すべての石をここに集めるとなると確実に収まりきらないんだよね。だからさ、シュルカーボックスをこんな感じで直接入れればたくさん入るんだ。
あ、だからさっき石だけのシュルカーボックスを作ってたのね。こうすればかなり楽だからさ。さてと、あっちのシュルカーボックスはどうなったかな？まだ結構あるな。確かに自動化できてるけど、これじゃあ時間がかかりすぎるわね。よし、無理やり下のホッパーに詰め込もう。自動で持っていくんじゃないのかよ。まあ、やろうとは思うけどなるべくやりたくはない。相変わらずのめんどくさがりや。うるさい。よし、下は自動で送ってもらうとして、2個目は手動で手伝うか。もっと効率のいい方法はないのかしら。とりあえず効率が悪いようには見えるが。あ、もういいの、ちゃんと片付けるから。よし、新しいシュルカーボックスを持って片付けの続きをやりたいんだけど。からがないわね。新しいシュルカーボックスを作るか。43個もあるんだな。21個のシュルカーボックスが作れるわね。でも規模がかなりでかいからまだまだシュルカーボックスは欲しいところ。まだ必要なのかよ。まだまだって。あんたどんだけのエンドシティを攻略してきたのよ。わかんない。50は言ってると思うけど。あとどんだけのシュルカーボックスが欲しいのよ。少なくとも100個は。いや、さすがに多すぎだろ。まだ片付けられてないチェストが鬼のようにあるからさ。さて、どんどん片付けていくよ。一気に片付けていく様子をお楽しみください。よし、この辺りで一旦片付けに行くか。どんどん片付いてすっきりしてきたな。あともう一息ってところね。また石を大量に入れたからどんどん溜まっていくよ。ほら、これぐらいしないと絶対入らないでしょ。ちょ、何やってんだよ。間違えて石を置いて撤去したら掘りすぎたの。やっぱりすぐいっぱいになっちゃう。これで最後になりそう。お、いよいよか。これで本当にスッキリするわね。よっしゃー、全部片付けたぞ。3年ぶりに綺麗になった。いやー、悪かったね、マリサ。これで文句ないでしょ。ああ、倉庫を作って本当に良かったんだぜ。あとは、まだ牧場前の石とかも片付けなきゃね。そもそも前の家のチェストも片付けなきゃいけないんだよな。なんならデパート付近のチェストも。あ、これはいつになったら全部片付くのやら。とりあえず倉庫を完成させることが優先だね。地下5階まで頑張って作ってね。今はそこまでやらないってば。